starving. 飯食わせろというわけですね。お、フードプロセッサーか。フードアセンブラー。コーンフレークでいい？お、お、お、なにこれ？え、すご！ 3D モデルみたいな。3D プリンターみたいな。Your drink is coming up. へぇー。フルーツが出てくる。え、どうやってんの？すごいね。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。ステートオブマインド、また行きましょう。まあ、謎ばっかりなアドベンチャーゲームですけれども、続き。この人はアダムかな。さっきの主人公と同じような記憶喪失っぽいこと話してますが、オープニングとかもないんで全く分からなかった。Maybe. I'm still a little confused. That's bad, right? No, no, do not worry. I'm just noting it down. Memory loss is a common post-trauma phenomena. We push these experiences into dark corners of the brain and then come up with conspiracy theories. And yes, you were alone in the car. The electronics suddenly started playing up. You were incredibly lucky, my friend. The car is a wreck. Not too fond of flying, hmm? I mean, who rides a cab these days? It must have been the electronics. Now, don't go jumping to conclusions, Newman. Leave that to the experts. In fact, don't make any conclusions. Not in your state. Just relax. No more questions? Very well. If you wish, you may get up. No sports, lots of water, and if you have any problems, you have my number. Don't you worry. Minerva will gently guide you through your day. Oh, and please take your son to the clinic as soon as possible. Your wife had to go to an appointment. We expect him daily at 10 in the morning. はい、アダム・ニューマンのアパート。アパートってもすげえアパートだな。これもまた。近未来感があって結構綺麗ですね。ただ似ている子供部屋があって、リュウさん、私はリュウさん、ジョンが眠ってる間彼のお世話します。へえ、テディベアか、クライドハブ。スマートロフトシステム。お、BGM か。考える人、エイミー。調べる。リモコン。さあ、まだ人にもロボットにも会っていないので、部屋割りは前の主人公と結構似てんのかなと思います。これすげえバスタブだな。へえ、うん、まあお湯たまんのかなっていう心配もありますね。なんかこういう奇抜なデザインってさ、まあ、僕行ったことそんなにないけど、いやごめん、そんなにじゃない。ちょっと嘘ついたからちょっと訂正しますが、僕行ったことないけど、ラブホテルにありそうだな。すごいな。でもまあ綺麗ですね。白を基調にして。さあ何が何だかっていうところですが、調べていきます。なるほど。こういうふうにまあ写真というか、そういうのも残せるようになってんだな。また人がいないですね。息子か？息子ジョンである。You're awake. おう。John. Thank God. Hello, Adam. Did you sleep well? Henry. まあ、お手伝いロボットもいろんなのがいるんだなと思いますが。It'll be fine, though. And you, John?
You okay? I'm hungry. Okay. Me too. Let's find something to eat. What are you drawing? Nothing. Doesn't look like nothing. 上手というか、まあ、絵というか。Look like a circle. It's not finished yet. When is Amy coming? Don't know. She's working. Her project is being shown on Sunday. 奥さんは忙しいのかな。お、これピアノじゃね？あ、すげえ、かっけえな。へえ。まあ、鍵盤の立ち感とか結構気になりそうですが。え、弾くんですか？へえ。コード変える。基本的には連打とかしてれば大丈夫かな。すみません、ちょっと BGM がね、まだね、パート1撮ってから動画化してないからあれだから、かなりちょっとちっちゃめかもしれない。まあ、とりあえず表情だけお楽しみください。と、まあ、誰でも簡単に弾けるような気はします。ソファーか。硬そうじゃない？座って音楽を聴く。シリアルかコーンフレークス？コーンフレークス、アダム。With hot chocolate. 台所どこ？あれか？この裏あたり。しかもいい部屋だな。すごいね。アパートのドア。I'm starving. 飯食わせろというわけですね。お、フードプロセッサーか。フードアセンブラー。コーンフレークでいい？何これ、え、すごっ、 3D モデルみたいな3D プリンターみたいな。へぇ、フルーツが出てくる。え、どうやってんの、すごいね。へぇ、僕も欲しいな。皆さんどっちがいいですかちょ、僕ココアで。最近寒くなってきたから、ココアもいいよね。What do you say? Thank you, food assembler. そっちかって話だけど、まあわかりますね。お前もバナナでも食べようか。Do I have to go back to the hospital? Hey, it's not my decision. But I'm fine. Amy is worried. That's all. She's not even here. ジョンは毎朝病院行ってんだっけ？そんなこと言ったら朝ですね。ジョン has an appointment at the Kurtz Recreation Center. John, we have to go. Henry's missing. Your jellyfish is here. I can't find his remote.Let's have another look. リモコンか。こんな時代になってもリモコンなくすんですねっていう感じはしますが。よし。じゃあリモコン探しイベントですね。結構趣味いいですねというか。近未来でもこんなもんあんだなっていうね、変な感じに押してしまった。リモコンになったし、自分の部屋とかじゃね。でもそれっぽいものとこになかったよな。とはいえ、一応入ってみますが。綺麗だね。でかい家だな。まあマンションなんだけどね。探索をします。調べる。エミーからのメモ。月曜の朝に書かれたもの。アダムへ、ごめんね、本当は家にいるべきなの分かっている。うん、奥さんは忙しいんだね。まあ
クラウドハブ。これ何？でっかい iPad みたいなやつ。すごいやん。ショー。あー。お。回復プロセス。予定帳。一応メッセージもあるよ。Adam, I've just seen the pictures of the accident. It's unbelievable. Did you receive the contact from the World Union lawyers? You must file a case. You're entitled to compensation. We're thinking of you. Get well soon. デザイナーか。友達ですかね。で、リモコンなんだよな。ソファーはいい。名前出たな。マジックピアノ。へえ。ヘンリーはまあいい。物探すの下手くそだな。つって。他には。じゃーん。まあ、調べてないとこ今行きましょうかと思ったらあったね。There it is. Got it.歩きまして。次、ジョン。ジョンね、割と移動してんだよな。ジョン、行こうぜ。Here. It was in Amy's room. What was it doing there? You'll have to ask Amy. Come on now.よし、じゃあ外出ましょうか。ジョン、no、まあ今のところ戦闘とかもないですし、まあ、謎といえば謎ばっかりなんですが、表に出たか。何で行くのかな。車かな。アダム、are you concerned?結構いいマンションだよね、これね。これは下の階も見えるんだね。綺麗だな。ん？あら、危ないじゃないですか。とりあえず人が倒れただけだし、ガラスも割れてはいないようですが。息子大丈夫か。Is everything okay? It's just a geohazard. 地震か。Are you worried? Maybe a little. They're happening more often. I don't think so.They're getting stronger. 地震歩きでこの構造怖いよなと思ったけど、日々治ってんな。何だったんだ。さあ、ジョン。What is it? ああ、さっき落としたやつか。Have you ever seen one before? No. What did that man do with it? No idea. It's something like a... Yeah, actually, I don't know. You should give it back. First, we're going to Dr. Sykes.さあ乗りますか、とりあえず。
これってさ、空中やんけど結構高いところにあるモノレールみたいな感じかな。いやでもなんか高いと怖いですよね。普通に落ちたら死んじゃうとは思うから。でもあれかな、落ちても大丈夫なようにいろいろと対策してるんですかね。当然やっぱ土地ってどんどんなくなっていくはずだから、となると浮いたところにね人を逃がしていかなきゃなとは思うんですけど、割となだらか。さあ、二人と一緒に来ます。普通に綺麗だな。We have time. Come on, let's take a walk around the park. 晴天を楽しむ。アダムがジョンを病院に連れて行った。今のところ操作はすごいシンプルだよな。じゃあ、ジョン一緒に見るか。Do you want to control Henry? Yeah, okay. ヘンリーを操作してみる。あ、ヘンリーモードだ。早っ。これででも、じゃあ、なんだって話だけど。あ、戻った。へぇ。変に勝手に戻ってくんだ。へぇ。公園少し散歩しましたが、特別ねっていう感じも。Look, fish! Can I feed them? Use your snack.Keep something for yourself. They always swim in the same pattern. 謎のイベントありません。It just seems that way. I would like to be a fish for a change. Someday it'll be possible. Someday? Maybe. For certain. さあ、終わりました。病院行くか。病院ってこっちなんか入ればいいのかな。警備ロボットかな、メイドロボットみたいな感じかな。うん、さすがにもうちょっと顔こだわれるとか思うんだが。まあ、なんでしょうかね。ああいうのが仕事場のロボットとかにはちょうどいいのかなとか思いますけどね。Welcome to the Kurtz Recreation Center. ジョンは、あ、ジョンいた。まあ、随所見られる未来っぽい感じっていうのいいですね。本当にちょっとコテコテの未来じゃなくて、現実が進んだらこんな感じになるよねみたいなところが少し予想できる感じはいい。あそこの自販機っぽいものがまだ残ってる感じとか。Do you want to control Henry? いや、ヘンリーはいい。Not now. We're already late. 話を聞こうか。Welcome back, Mr. Newman. What can we do for you? Sorry, I know we're late. No problem at all, sir. I'm bringing my son, John, for Dr. Sykes. Thank you, sir.You can pick John up in 4 hours. Go enjoy this sunny day. 4時間後か。時間潰しにしては、さすがに1回家帰るかな、僕だったら。なんか買い物してよって感じの時間でもないですよね。さあ、場面は少し戻るかな。おっ。こっちか。リチャードですね。なんかリチャードはさ、誰にも会ってないから、アダムと比べると、ちょっと寂しく見えちゃうんだよな。大丈夫かな。はい、次の日になりました。日曜日です。リチャード・ノーランのアパート。Good evening, sir. Today is January 12th, 2048. It is 午後6時26分。What? How late is it? You slept 17 hours, sir. そうだよね。めっちゃ寝たよね。Why didn't you wake me?Tracy and James should be back any minute now. You asked me not to disturb you, sir. Damn it. Well, at least help me to clean this place up. You have new cloud messages. まあ、人間はどれだけ年代過ぎても目覚まし時計とかに文句言うんだなって思いますが、メッセージ見ましょうか。Hi, Richard, are you there? Okay, you probably don't want to talk to me right now. I get that. It's just your column.For editing, can I expect it today? If not, Troy can take care of it.
Okay, so see you tomorrow, and don't worry, everything will work out. というわけで上司からの電話ですので、なかなか怖いですよね。まあ鬼のように留守電とかなくていいんです。よかったなと思いますが、調べようか。というか片付けよう。Is it broken again? Should I clean up? That's the cleaner's job. Where is that damn thing?クリーナーを持ってきた方がいい。こいつだよね。That's with the damn cleaner. Let's see. Something's in the filter. God, what's this doing here? I haven't seen this card in years. Why did she keep it? Where are they? They should be back by now.はい。お掃除してますね。そして、こっちの家にもピアノあるんだ。あんま見てなかったけど。家族帰ってこないですね。寂しいですね。How late is it now? 8:30 p.m. Damn, where is she? Maybe you should call her parents. ジニファー、オンライン。Hey, Jenny. Richard. Good to hear from you. Hey, Steve told me you're in hospital. Is everything okay? Sort of. An accident. I have to regroup a little. Listen, Jenny, is Tracy at your place? No. Why? She said she was taking James to her parents' place. She should have been back by now. Oh, well, she's not here. I haven't heard from her in days, actually.We try calling our parents directly? I wanted to ask you first before I bash my head against a wall with Herman. You know how he is. Did Tracy say anything to you in the past few weeks? Did she, you know, did she say anything that I should be aware of? No. Come on, Jenny. I know you're best friends, but I'm worried about her. Okay. Of course, she told me that things weren't so good between the two of you. But she's been saying that for ages, and I'm sure you know that too. Does she want to leave me? Did she say that? Did she? God, Jennifer, don't make me squeeze it all out of you. Well, she thinks you're having an affair. So she does want to leave. I don't know, Richard. Are you having an affair? No. Is there anything I can do to help you? I have to go, Jenny. Say hi to Steve. See you later.さあ、まあ、友達ですかね。メディアセントラル。ああ、病院からも来てる。でも、とりあえず、トレイシーの両親かな。Evening, Herman. Richard, listen now is not a good time. I know, it never is. I just wanted to know if Tracy's still there. Tracy? No. Okay, and when did she leave? She wasn't here, Richard. Not today, not this week. 混乱しようか。Why did she say? You know, Richard.Maybe she finally left you. You would love that, wouldn't you? Well, if you ask me, she should have dumped you ages ago. She deserves better than you. So she wasn't there. あんまり奥さんとの両親と仲は良くないっぽいですね。Richard, I know my daughter. She's fine. And when she finally ends it with you, she'll be even better. まあ、あまり怒鳴ったりするのは良くないと思うんで。Have a nice evening. I have to call MediCentral now.さあ、じゃあ電話しますか。電話できるところには。MediCentral, you are speaking with bot 3452-1. Search for person. Understood. Please state surname, first name, and age of the person you are searching for. Nolan. Tracy. 39 years old. Nolan. James. 7 years old. Understood. Please hold. ホリオン。効果音にこういうテキストをつくと YouTube の変な字幕みたいですね。お、保留短いですね。なかなか優秀。The persons you are looking for are not in care. How far back does the information go? You require security level 2 to access archival information. Okay. Thanks. Thank you, sir. さあ、謎だらけですな。お。これはマジックピアノじゃないんだ。ん？
鍵盤数少なくない？いや、ちょっと思っちゃった。これあれだな。ピアノ本体は割といいデカさしてるんだけど、鍵盤がデカすぎる。よくミニ鍵盤みたいなさ、そういう小型シンセサイザーについてるやつあるんだけどさ、これデカ鍵盤だよな、きっと。このサイズでこれはね、相当でかいと思います。面白いな。じゃあ今日ピアノ演奏して終わりますか。あ、どうした？ピアノうま。いや。音楽奏でるボタン。変更があって、コードが割り当たってんのか。ってな感じですが、OK。ピアノは弾いてもいいような住宅なんだな。ボードゲームかな。まあ、いろいろ気になるところありますけれども、気を抜くとね、ムービーシーンにすっ飛んでいって、30分近い時間になってしまうので、今日はここで終わりたいと思います。そうですね、どこまでやれるかというか、まあ、僕も話は追ってってるんだけど、完全に置いてかれてる感はあるので、一周とりあえず自分でしてみようみたいなゲームなのかなと思ったりするところもありますが、たまに出るかもしれません。じゃあよろしくお願いします。と、前も言いましたが、セールで安いのは、任天堂スイッチ版はね、もうちょっとで、僕が投稿するぐらいに多分終わっちゃってると思うんですけれども、一回セールになったゲームってまたセールになることよくありますんで、気になる人はチェックしてみるといいかもしれません。まあこれから年末でね、またこういう機会も多くなると思いますし。まあこうやってね、グラフィック的なものとして惹かれるところはすごくあります。近未来の描写っていうのはよくできてるなと思いました。それじゃあまたよかったら見てください。今日はこれでおしまいです。よし。なんかやっぱりね、せめて息子とかがさ、一人だけ残っていれば、ちょっと楽しい感もあるんだけど、男一人残されるっていうのは辛いものがありますね。じゃあまたよかったら見てください。さよなら。